小沢翔吾は、日本の手学者、歯科医師。学位は博士。愛知学院大学士学部教授。生の、沢は、宅の旧事態のため、新事態で、小沢翔吾とも表記される。東京医科士科大学士学部附属病院委員。カリフォルニア大学ロサンゼルス校研究院。東京医科士科大学士学部助手。愛知学院大学士学部助教授。 愛知学院大学史学部准教授などを歴任した。1991年4月、国が設置、運営する東京医科歯科大学の大学院に、進学し、医師学総合研究科にて、顎顔面補哲学を学んだ。在学中に、エバリュエーションオブインプラントマテリアルズインダットボーン、マロストロマルセルカルチャーと題した、博士論文を執筆した。1995年3月、 東京医科歯科大学の大学院における博士課程を修了した。それに伴い、同年3月31日付で博士の学位を取得した。歯科医師国家試験に合格しており、大学院修了後は母校である東京医科歯科大学の歯学部にて、付属病院の委員となった。1995年から1996年まで委員を務めたが、その後は、 アメリカ合衆国に渡った。1996年、カリフォルニア大学のロサンゼルス校にて研究員となり、2000年まで、勤めた。その後、日本に帰国し、再び、東京医科歯科大学に採用され、2000年から2003年まで、私学部で助手を務めた。2003年4月、愛知学院が設置、運営する愛知学院大学に採用され、 私学部の講師に就任した。私学部においては、優勝技師学講座に携わった。2006年3月まで講師を務めたが、同年4月に私学部の助教授に承認した。助教授としても、引き続き優勝技師学講座を受け持った。2007年3月まで助教授を務めたが、同年4月より職位が准教授となった。准教授としても、 引き続き優勝技師学講座を受け持った。2015年12月まで、准教授を務めたが、2016年1月に私学部の教授に承認した。私学部においては、特殊診療科を担当するとともに、武部淳らとともに、優勝技師学講座を受け持った。専門は私学であり、歯科補哲学、顎顔面補哲学、再生医療学、高校インプラント学、 といったた。分野の研究に従事した学術団体としては、日本学顔面補綴学会、日本高校インプラント学会、日本高新郊外列学会、日本磁気歯科学会、日本全身工合学会、日本統計部がん学会、日本補綴歯科学会、日本咀嚼学会、などに所属した。ありがとうございます。